ワイクリフ・ジョンは、ハイチ人のミュージシャン、ヒップホップ MC、音楽プロデューサー、俳優である。ハイチ生まれだが、9歳で、アメリカ合衆国のニューヨーク市に移住した。3人組ヒップホップグループ、フージーズのリーダーであったが、1997年に、グループが解散して、以降はソロで活動。名前は、ハイチのクレオール語で、ワイクルフ、英語で、ワイクルフ N。 と発音フージーズ時代のものも合わせると、彼のアルバムは総計で3100万枚以上のセールスを記録している。1994年に、ハイチ系アメリカ人のファッションデザイナーと結婚し、2005年に当時3歳だった女の子を養子に取った。基金を設立して、ハイチの子供たちに奨学金を支給するなど、慈善事業にも力を入れている。 2010年には We Are the World 25 Years for h y d に参加。リードボーカルも務めた。2010年8月5日、同年11月に行われる、ハイチ大統領選挙への立候補届を提出したが、選挙管理委員会は、立候補には、過去5年間、ハイチに在住することが、必要として、これを認めなかった。ありがとうございます。